皆さんこんにちは。リーグ5位からの巻き返しを図る千葉ロッテマリーンズ、2023年シーズンから新たに吉井雅俊が新監督に就任しましたが、2005年以降リーグ優勝から遠ざかっています。2022年シーズンはチーム本塁打97、チーム打率2割3分1厘、チーム防御率 3.39、 失点536、いずれもリーグ5位4位6位と投打ともに課題が残るシーズンとなりました。佐々木朗希選手や高部瑛斗選手など若手の成長もあり、交流戦は3位とまずまずの成績を収めましたが、夏以降調子を落とし、チームもリーグ5位となり、優勝はおろかクライマックスシリーズ進出すらも叶いませんでした。今回は吉井新監督の来季のチーム構想について徹底調査しましたので、ご紹介していきたいと思います。2023年シーズンから新監督として就任した吉井監督は、1983年秋のドラフト会議にて近鉄バッファローズから2位指名され入団しました。4年目まではプロのレベルに追いつくことができず、5年目にしてようやく才能が開花し、この年50試合に登板し、全て中継ぎ抑えで十勝24セーブを挙げる活躍を見せました。その後も中継ぎ抑えとしてフル回転し、1995年西村隆二氏とのトレードでヤクルトスワローズに移籍しました。ヤクルトでの3年間は主に先発として活躍し、移籍1年目は10勝、2年目も10勝、3年目は13勝と全て2桁勝利を飾り、1998年フリーエージェント権を行使し、アメリカメジャーリーグのニューヨークメッツに移籍をしました。移籍1年目から先発ローテーションを任され、2年目には12勝を挙げるなど、メジャーでもその活躍ぶりは光るものがありました。その後5年間メジャーで活躍し、2003年オリックスブルーウェーブに復帰しましたが、かつての輝きは取り戻せず戦力外通告をされましたが、2005年近鉄との合併が決まり、恩師でもあり新球団の監督就任が決まっていた仰木彬氏が、吉井は必ず残せと球団に直談判し、テストを得て残留が決定しました。2007年までは主に先発として登板していましたが、この年監督を務めていたテリー・コリンズ氏から中継ぎへの転向を命じられる、先発への関わりを捨てきれず他球団への移籍を求め、平下浩二氏とのトレードで千葉ロッテマリーンズに移籍が決まりました。しかし4試合だけの登板で1勝もできず、この年戦力外通告を受けて現役を引退しました。その後は北海道日本ハムファイターズ、福岡ソフトバンクホークス、千葉ロッテマリーンズでそれぞれ投手コーチを務め上げ、東京オリンピック2020では投手コーチとして金メダル獲得に大きく貢献し、2023年シーズンから監督に就任しました。また2023年3月に開催予定されているワールドベースボールクラシックでも投手コーチとして続投することを明言しており、日本代表コーチと千葉ロッテマリーンズの監督の二足の草履でやることを発表しました。監督就任会見では、これまでコーチとしての役割で勉強してきましたが、これからは全体のマネジメントをする立場となるので身が引き締まる思いですとコメントし、チーム目標としてプレイヤーズウィンゲームスチームスウィンチャンピオンシップス、個人の力で勝つことはできる、でも優勝するにはチームみんなの力が必要、この意味を最初に知った時は感動した。野球はある意味個人の力に左右されるところは大きいけど、団体戦であり長いシーズンを勝ち抜くにはみんなの力が必要とコメントしました。現役時代に好き勝手やってきたわしが言うのもなんだけど、みんな同じ考え方はもちろんあっていいと思うけど、向かう先は一緒、最終的に目標とする考えは同じでありたい、それはもちろんプロ野球である以上優勝だし、そのためにみんなが最善を尽くしてほしい。吉井監督はこのことをオン・ザ・セーム・ページとも言い、直訳すると同じページ共有しているという意味を持ちます。吉井監督がこの言葉と出会ったのは、今年ピッチングコーディネーターとして6月にアメリカ視察を行った時、ロサンゼルスドジャースタジアムで目にしました。ロッカーにはもちろんだけど、球場の至るところに貼られていた、球場入ったすぐのところにもパネルがあり、英語だけではなく日本語
スペイン語といろいろな言葉で書かれていた。思わずパネルの前で立ち止まり、パネルを見上げて数秒間動けなかった。当たり前のことのようで深い言葉、野球人として脳裏に深く刻んだと発言しました。就任後、秋季教育リーグでは、今の気持ちを忘れないでほしい。君たちはすごい可能性を持っている。これから突き抜ける活躍ができる選手たち、自分の可能性を大いに期待して、このオフシーズン何をしたらよいか、いろいろあると思うけど、しっかりと優先順位を決めて自分たちで考えていってほしいと伝えました。そして吉井監督が就任後初めて出した指示は、プレーについてではなくてミーティングに関してのことでした。これまではコーチたちが試合の総評を行い、問題点などを選手たちに指摘していたが、これまでのやり方を変え、プレーした選手がその日気づいたこと、思ったことを話し、お互いで指摘し合いながら進める形としました。最初はまだ慣れていないせいか、硬さはあったものの、日を重ねるごとに意見交換が行われるようになった。若い選手が遠慮することなく、年上の選手に判断ミスなどを指摘する場面もあった。選手たちには自分で考える力を身につけて成長してほしいとコメントし、続けて今回フェニックスリーグでみんなに話をしてもらって、振り返ってもらった。コーチに言われる反省と自分で考える反省とでは違いがあったと思う。何かを感じていると思う。これからもこういう風に自分でいろいろなことを振り返って考えてほしい。プレーをしている時の気持ちまで振り返ってほしい。そうすればいろいろなことに気がつくと思うし、コーチが言っているいろいろなことも耳に入ってくると思う。自分一人でもできると思うので、シーズン中も続けてほしいとコメントしました。そして2025年シーズンには頂上軍団を作り上げるという目標を掲げ、今オフも自由契約となっていた前巨人のメルセデス選手やポランコ選手を獲得し、投打の強化を図り、2023年シーズンに向けて強化しています。またコーチ陣を大幅に変更し、ヘッドコーチには福浦和也がつき、投手コーチには黒木智弘がつきました。それ以外にも巨人から打撃コーチとして村田修一氏、日本ハムから戦略コーチとして金子誠氏を招聘するなど、コーチ陣も若返り、巻き返しを狙います。今回はリーグ5位からの巻き返しを図るためチーム改革を実行している吉井正人新監督についてご紹介してきましたが、投打の核となる選手がおらず、佐々木選手や高部選手など成長著しい若手をチームの顔となる選手に育て上げ、目標としている2025年シーズンには上昇軍団を作り上げることができるのか。プレイヤーズウィンゲームズ、チームスウィンチャンピオンズをチームスローガンに、チーム改革はうまくいくのか。吉井監督の采配に注目が集まります。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。